ああこれやばこれすごくないですかこれ どうなってんすかこれこれはいいぞこんにちはミッドウェストのヒロアナです長田ですよろしくお願いしますはい皆さん今回もここにすごいっすね習いましたけどリックボーエス行きますまたリックですまたリック行きます、はいはい、リックの今回はシューズを履いてきたんですよ、はい、6月、うん、そのシューズをちょっと一挙ご紹介していこうかなと思いましてでまあ2人でまあ緩く喋りながら、ね、一個一個ちょっと紹介していこうかなと思ってるんですよ、はい、なんかはい、はい、どれからちょっとね、最近やっぱずっと店頭にシューズほとんどなかったんで、そうですね。ちょっと圧巻のラインナップだと思います。またちょっとこれ以上にね、はい、一部、はい、商品もあるんですけど、まあ、一回ちょっと、はい、新しく入ってきましたんで。そうですね、はい。で、今回2部構成でいこうかな。2部構成なの？前編は、シューズにフォーカスしてご紹介と、まあ、後編でちょっとまた洋服も、はい、入ってきましたんで、そちらも紹介していこうと思うんですけど、まずはシューズ。シューズ。どうですか、はい、リックのシューズ、はい、しこたま持ってるじゃないですか。まあまあまあ、好きなんでね。好きなんで。好きなんで、仕方ないかな。で、まあ、せっかくなら長田さんも履いてる、このシリーズ、いきましょうか、ね。はい、それから。はい、名前はあれですけど、名前はもう、もういいっすよね。はい、入れときます。トラクターソールの、はい、要するにサンダルです。ちょっとアップデートされて、アップは全てレザーになってますね。はいレザー、ね、アッパーの僕が購入した時やっぱレザーの上にベルトが、はいまあ、これグログランかなそうっすねこれもう前のなんですけどこっからまたすごいデザインが昇華されてモダンな印象に、はい、かなりクリーンな仕上がりになってますお値段は14万6000円の消費税16万600円ですはいこれどうですか長田さんいやこれかっこいいっすよねこれいやかっこいいですよかっこいいですよやっぱね真冬以外履けるんであ、本当ですか、はい、冬も秋も履けるから履いてますもんね春夏はもちろん当たり前なんですけど素足でもソックスそうそう、ソックス履いて全然履けるのと、うん、あともう全然思った以上に見た目以上に全然軽くて履き心地もいいので値段もそこそこしますからスペシャルですよね、これなんですけども、本当に今スニーカーとかブーツとか一足買われるような感じの値段なんですけどまあそこはね、超えていただいて、うん、はい、購入いただければなかなかそんなめちゃくちゃ履いてる方は見えないと思うんで、はい、特にこの新型はねそうっすね、見たことないですかもう僕買い直したいぐらいです、うん、さん結構いいサイズありますよそうっすよね、はい、サイズ今あるんででこれは、うんうん、ちょっとあれですよね大きめですよ ね, そうですねラストというか設定がはい僕で41入ってなので普段42、まあ、43はあれかもしれない42履かれてからでもちょっと落としても履けるかなでトラクターって長さんあれ、出たのがリリースされたのって18SS のウィメンズじゃないですかウィメンズからまあ、サンダルはねあサンダルはそうですね 18SS のウィメンズのコレクションから、はい、リリースされてまあ、ソウルからトラクターソウル。トラクターソウルはそうですね。はい。JSS のメンズのダートの時がまあこのソウルの要はブーツでしたよね。はいはいはい。はい、そうですね。そこからもう3年ぐらい。はい。はい。まあいろいろ進化を遂げてやってますので、はい。まあこのトラクターソウルかなりおすすめです。おすすめですか。ゾウの足みたいですよね。みんな、すごいボリュームだけど。軽くなってる軽くなってる全然軽いですアップデートしてるみたいな全然軽いですよあ、そうなんですね履きやすい履きやすいこれがオールブラックのトラクターサンダルすごいヘルケンシュトックと同じようなタイミングで、ねはいね、サンダルすごい迷ったけどまあこっち買っておこうかなみたいな感じになんかそれはすごい思い出しました衝撃でしたいや僕はあんまりよく分かってないんですけど3足持ってるじゃないですかまあ、サンダルだから、ね、差別化したい人はぜひサンダルですね。あれリングで次はこれ言いましょうはいまたトラクターでも僕このクリアこれああこれやばこれすごくないですかこれどうなってんすかこれもう裏がすごい透けてるもんね透けてますこれ成立してるのがすごいんですけどさっきはブラックだったじゃないですかこのまたクリアのソールってのが
すごいですね、うん、強くてかっこいいですね。これマキシマルトラクターっていう名前で確か、あの紐ぐるぐるじゃないけどマキシマル、いやあのマキシマルランナーってぐるぐるじゃないですか、あれのアッパーってこういう形状じゃないですか、そう、ね、このリックのヴィンテージランナーとかのああいうこのランナー系のこれボコって全然フィット感があって、多分だからマキシマルわかんないトラクターのなって勝手に解釈しましたけど、これもねすごいやっぱあのエラスティックバンドが中にはい、はい、ついてますね。なんで紐をあのこのような感じで緩めても、そうですね、緩めて、はい、こんな感じでね、いいっすよ。それがあるんで、どんなイメージで履いてもらえるんじゃないですか。ちょっとあとアウトドアの要素も入ってますよ、はい、これ。まあ入ってますね。ちょっと入ってます、ね、ちょっと入ってますね、うん、まあこの肉感のある、ね、レザーもあのすごいかっこいいんで、フィット感、やっぱこの履き心地っていうのは、まあ、履かないと分かんないけど、すごかったですね、これは。うん、まあ、そうだね、あ、確かに確かに。これ履いた時にすごい、ね、あのふわっふわっすよ、これ。でこれはぜひ、はい。これもなかなか履いている人いないでしょ、これ。いや、これはいないっすね。ね、表側でもやっぱちょっと、光沢ある感じに比べると、ちょっとブーツっぽく見えがちだね。なんですかね、ブーツっぽいですね。ブーツっぽいですけど、ハイキングブーツ、はい、手前みたいな。普通トラクターって一般的にブーツ履くじゃないですか。そうですね、そうですね。それででもこのバランスっていうのが、これまた新しいですね。ちょっとマニアックです、ね、マニアックですね、はい、これちょっとマニアックで、そこらのリック好きの方はあまり履いてない、履いてないです、はいはい、でまだクリアなんで、このクリア、ぜひ挑戦していただきたいな。クリアかっこいいね。はい、かっこいいです。でも僕たちトラクター結構押してるんで、はい、今回3パターン入ってきたんで、まあ、サンダル、このマキシマルトラクター、もう一個いきましょう。トラクターソールで、ボゾ、いわゆる僕たちボゾ、またボゾ、はい、ボゾトラクター、この色どうですか。これは僕はもうたまらん。ドンズバカラー。ドンズバカラー。これはだってまず履いてる人見たことないっていうのと、バーガンディですかね、アッパーは。よくできてますよ。バーガンディにさっきは、なんだろう、こう、グリーン系っていうか、ちょっとクリアだったんですけど、こっちはクリアなんですけど。完全にブルーでしょ。ブルーっすよ。完全にブルーだよね。こんなの。いけない配色でしょ、ね、どうやって作るんですか、こんなの色。あるんですか、こんな色。っていうぐらい、なんでそのブルーにしたっていうね。はい、この感覚がやっぱすごい、スペシャル、うん、これはすごいスペシャル。だってこれに普通のクリアでかっこいいじゃないですか、絶対。そうですね、黙ってね、黙って、はい、黙ってクリアのね、あのクリアのクリアでやっていけばいいんですけど、はい、これをブルー、バーガンディとブルーの、それこそあの僕持ってるキスブーツのあのヒールのクリアもワンシーズンだけこのブルーのクリア使ったりとか、リック意外とこのブルーのクリアってなんか持ってるんですよ、気に入ってるのかな、表現させたいですよね。だからやっぱこれこそもうマニアックですけど、まあオールブラックのボゾもありますけど、やっぱちょっともうスペシャル感がこういったスモもうめちゃめちゃかっこいいなって。素材はもう安定ですよね。 LD ですね、はい、毎度一番まあ、あのはまりやすい、はいはい、カジュアルにも落とせる素材感になってますし、まあ、かなり表面はすごい綺麗なんで、またこれ履き込んでったらどうなる変化、いやいや、いい変化が出てきそうだ、まあ、そうですね、これこそ、はい、普段あんまね黒ばっかり見てるんでちょっと気になるところ。いや気になります、ね、エイジングも、やっぱ黒にみんなさ多分黒を持ってる人多いので、はいはい、まあ、僕前も YouTube 紹介しましたけど、やっぱリックの色、はいはいはい、色の広がりね、そうそうそう、色の奥行きと色の広がりね、この幅を全部色の可能性だ、色の可能性を広げたいんですよ、やっぱ。じゃあもう買ってください。いや欲しい、いやここマジで欲しいですよ、すごいですよこれ。これは僕マキシマルトラクターって値段言ったっけ、はい、言ってないです。マキシマルトラクター先ほどすいません、12万4000円のタックスの13万6400円です。こちらがで、ボゾに関しては税込み15万4000円、まあ14万のタックスですね、15万4000円になります、はい、トラクター
キャラクター終了っす。これにしようかな。ブルブル、ブルブル、まあ通称メガレースって言ってた。これは探してる人多いんじゃないですか。これどうなってるんですかね。いつも僕思うんですけど、まあ要するに、まあジオバスケットですよね。ジオバスのベースに、まあ、あのこの間のドクター・マーチン・リック・オエフの第1弾でも、はいはいはい、リリースされた、まあ、紐があのシューレースが幾重にも重なっているよっていう、このインパクトのあるデザインで、ここにこれすごいキーホルダーを垂らせるでしょ。これ、あ、そうなんですか。違う、あ、本当だ。ちょっと意味深にここね、ベース通ってないんで、まあ、しかもでもここを通してもらえればいいか。あ、そういうことしてるか。なんか開けてあります。カスタム、カスタムってか、本当だ、それ知らなかったです。これほどいたらもう戻せないですよね、いつも思うんですけど。これね、そうだよね、ちょっと、これすごい。怖いよね。怖いっすね、これ。これは、お値段は、これも14万円のタックスで、15万4千円ですね。まあ、一般的にはジオバスよりももうちょっと値段はあるんですけど、これ探してた方、いるんじゃないですか、いや、いらっしゃると思いますよ。これに、あれですよね、まあ、ブーツタイプもありますし、いっぱいありますもんね、マキシマル、はい、マキシマルランナーとか、これは衝撃でしたよ、やっぱリック。最初ちょっと見たとき、ちょっと、えぐっと思いましたけど、これ何これと思いましたけど、やっぱ初めて今になって、やっぱちょっとかっこよさがどんどんちょっと理解していったかなっていう、この後から追いついてくる、このリックの。あのアート性ですよね。どういう頭の構造してるんですかね、本当に。これはだから、まあこれでも馴染みのあるジオバスなんで、まあ、ジオバス持ってる人でも2足目もう1足っていう感じで履いていただけるかなと思います。まあ別に色がすごい派手な色じゃないんで、いわゆるコンビなんで、はい、すごいよ、ね、これすごいよ、本当にぶっ壊れないようにしっかり作ってありますよ。これはいいぞ。金具もぜひこれも。このサイズも結構いいっすね。いいサイズっすよ、これ。ドンズバだな。はい。長さドンズバっすね。ドンズバ。はい。ゴールデンサイズのもおすすめです。はい。はい、これいいな。はい。どんどん行きましょう。じゃあ次は禁断の、そう、そいつ、それじゃないですか。出た。ソックね。ソックスニーカーありますせ。これはいつから出たんですかね。ごめんなさい、ちょっと忘れました。分かんないですけど、で、先にお値段だけ伝えておくと、いいお値段ですよね、今これ。だって、今これ、17万7千円のタックス、19万4千700円で20万切ります。で、今、初見で見られてる方、おいおい、普通で20万、約出た。やべえって思うんですけど、何年前ですか?14!A ダブ、マジですか。レディースよく覚えてますね。ムーディーみたいな、はいはいはい、なんかありましたね。14 A ダブムーディーで、これもやっぱウィーメンズから出ました、ね、はい、まあそうっすね、確かそう、なんかそのイメージがあります。やっぱり間違ってたら、もうみんなあのモデルさんがこれミーハイかな、はい、ミーハイもうみんな女性のモデルさんがもうみんなこれ、あ、みんなこれ、みんなこれで、うわみたいなコレクションだったと思います。そっから多分15年生したら、あのメンズが、はいはい、出てきたっていう流れだと思います、はい、これもやっと今になって、うわ欲しいってなってます。最初に見た時、僕が入社した時とか普通に店頭にありましたけど、なんじゃこれと思ってて、今でこそまあ、ソックススニーカーって、まあ、世にいろいろ張り込んできたじゃないですか、いろ、ね、んなブランドさんが出したり、パイオニアですよ。これは早かったんじゃないですか。で、またレザーだし、ね、これはまたね、でしかもそこから派生モデルで、ああいうアディダスの、あ、アディダスコラボだったり、ね、まあ、別にオリジナルで、ああいうちょっと藤崎さん、大阪の藤崎さんが持ってるやつとかも出ましたけど、やっぱそういうのに比べて、レザーも、あのこっちの方がもうちょっと厚くていいですよね。あの水崎さん持ってるもっと薄いんですよ。かっこいいですけど、だからドレープの出方が、シワの出方が変わりません、ね、両方履きましたけど、
これ、ね、ちゃんと裏打ちであの面も貼ってやりますので、すごい、これがポーンとなってるよね、綺麗ですよね、スポーンとなってるんで、キャップがいいっすよね、僕は。だからまあリック本人も、もう何年ずっと履いてましたよ、これね、ずっとこれに、これにソックスなんか履いて、ポッツ履いて、ノースリーブ着てってイメージです、僕は昔は。今なかなか売ってるお店さんないんで。ないっすよ、ないっすよ、多分ないんじゃないですか、こういう。これはもう、めちゃめちゃ、これもサイズいいのありますよね。そうですね、はい、あとは、お値段。お値段さっき言いました。言いました。20万切ります。それこそ、昔僕さっき言った、何年前ですか、価格改定されたじゃないですか。いやもうね、一番高い時に買ってもらったお客様、23万8千税でした。あの税ですか、ね、24、5万円です。わかんないです、はい、で。それでも、その時に初めて僕らね、あのオーダーさせていただいて。はいはい、すごいね。すごいですね。だから1回戦入ったんでね、はい、20万切るので、はい、まあ、今だとヒール、僕も履いてヒールがやっぱちょっと抵抗ある方とかで、うん、やっぱスペシャルで、まあ、リックの、ね、真骨頂を履きたいって方はぜひこれはあの足通してみてほしいかな、うん、僕これびっくりしますよ、スポーンって、はい、欲しいけどちょっと僕あんま似合わないですよね。うららくヒールが好きだもんね。僕ヒールが本当欲しいんですけど、あんまなんか僕似合わないです僕の。いやちょっと僕もあんま似合わなかったって言ってましたよ、なんかね。でも難しいです、難しいは難しいですけど、ハマる人はめっちゃかっこいいじゃないですか。ハマる、ハマる、ハマりますよ。これもソックスニーカー、はい、最後はちょっともう伝説でしょ、伝説ですか。ちょっとやっぱ僕とか27で20代の人だとあんまりやっぱこう馴染みがない、ないですか、クリーパーソールの、まあ、ブーツっすか、これはまたね、これってどうなんですか、長瀬さん、どうなの、僕一足だけ昔購入させてもらいましたけど、やっぱり男臭い仕上がり、そうですよね、と思いきやね、と思いきや、やっぱり履いてみると、やっぱ後ろから見たシルエットがクッと細くなって、はいはい、このね、アンクルのセクシーさが際立つんで、はい、これは全然あの男臭いだけでは終わりません。終わりません。はい、まあ、クロップドでも、そのままスキニーでも、はい、ショートパンツでも、全然幅広く履いてもらえる、はい、まあ、ワイドパンツとかをかぶせて履くのはちょっと、デザインね、隠れちゃうんであれなんですけど、本当、ワイドパンツ以外、何でもいけるんじゃないですか。わかんないです全然いけるでしょ、かっこいいなと思うんですけど、どう、うん、でも全然ソックスでショートパンツもかっこいいし、まあ、クロップドでね、ここやっぱクッと足入れると細いんで、ここからクロップドが見える感じでも、はい、お値段は16万9千円の消費税なんで18万5千900円です。はい、で、はい、NDE です、これも、これ18万、はい、税込16万5千円、だもっとするイメージですよね。これだって、あ、そう、こんなに25、6円って、なんかそんなイメージありますよ、絶対20万超えるみたいな、こういうブーツ25、6円、あ、そうなんですか、じゃあもうめっちゃいいじゃないですか、これは逆に大人のパスとか、うん、いいよ、そうですね、ちょっとデコラティブなね、トラクターとか、まあ、ヒールとか、はい、まあ、ちょっとそれちょっと違うかなって方とかは、まあ、これは本当に長く履いてもらう、そんなめちゃくちゃ厚底でも全然ないんで、あと意外とこれもレザーソール、あと軽いです、これも、あ、はい、はい、軽く想像しますけど、見た目なんかすごいずっしりきそうですけど、そんなに重くないですね、そうですね、でももうトレンドも何もないですよ、しっかり作ってあるでしょ、エターナルのブーツ、もうジップもね、この時また戻ってあれですもんね、ラッカーに戻ったし、あ、これで YKK だったんですか、だってあの時ずっと YKK でした、あ、そうだ、4、5年ぐらい何を作っても靴 YKK みたいな、全然 YKK もいい、すごいいいけど、はい、今戻ってるんで、知らない人いるんじゃないですか、その何シーズンかだけ限定で YKK だったんですよね、うん、ジップリックって基本僕もラッカーにってイメージですけど、なんか何年かは YKK で4、5年やってたんじゃないですか、ね、あ、そんな1、2年じゃないですか、じゃないと思うんだよな、服も服もそれ全部 YKK、 逆にレアなんですけど、リックで YKK みたいな、あ、そう
そうなんですよ。そういうのスライダーの重厚さが、ね、あって、これもすごいかっこいいです。うん、裏もしっかり。ダートカラーか。そうですね。すごいかっこいい。ちょっとヴィンテージっぽくね。はい。結構男臭いのがお好きな方は、これも結構ダークホースですよ、ね、じわじわくるやつかもしれない。僕も年重ねれば味が出てくるかもしれない。な感じです。っていうラインナップですか。ラインナップですか。はい。あとは、ちょっとね。今まで紹介したくても一個も紹介できなかったです。マジでなくて人気すぎてリックの靴なんで、僕も欲しいし、多分皆さん靴探してる方多いと思うんで、まあ、洋服はいろいろ前回紹介しましたけど、ちょっと今回シューズメインで、はい、こんだけラインナップございますので、まあ、あとあの最後に大阪店、ミッドウェストの大阪店が今までちょっと休業、緊急事態宣言の関係で休業してたんですけど、6月1日から1日から平日だけ、まあ、営業を再開できるということで、やったね。はい、まあこの動画大阪近辺に住まれている方も、まあ、大阪店でも見ていただけるかなっていう感じなんで、もちろん東京でも、はい、見ていただけますし、はい、僕たち名古屋店でも、はい、揃ってますので、まあ、気になる方は、そうですね、はい、まあ、オンラインでも順を追ってあの見ていただけると思うんですけど、まあ、僕たちはやっぱまずリックの靴に関しては履いてほしいんで、そうですね、履いてね、まあ、書き比べていただいて、はい、まあ、それで、ね、吟味していただければと思います、はい、思います。はい、まあ、前編はこんな感じで、こんな感じですかね、終わりましょうか、うん、まあ、次でちょっと洋服もご紹介しようと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。